はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今日はギターのピックってね、どれぐらいで変えればいいのかってお話していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。まあこうピックあるじゃん。このピックをさ使ってて、これっていつこの違う新しいやつに変えればいいのかなって悩んでる人結構いると思うんだけどさ、でピックをね変える時期、新しいピックに変えるのってこのね角、ピック角があるじゃん、弾くところ、この角がすり減ってきたら交換するのがいいんだよね。でピックって実は上手い人ほどあんまりすり減らないんですよ。それはピッキングがねやっぱしちゃんとできてるから、しっかりした角度で当たってるし、その無駄な力も入ってないから上手い人ってやっぱすり減るの本当に遅いです。からこのピック使ってて、例えば週にさ 2,3 回ギター弾くんだけど、だったらじゃあ月1で変えた方がいいねとか、いやそれ2週間で変えた方がいいよとかっていうアドバイスはできないんだよね。なぜなら人によってね、ピックがすり減る期間っていうのは全然違うから。僕も正直普段あんまりピック使わないことが多いし、指で弾くことが多いので、ピックがねすり減ったら交換してるってことはあんまりないんだけど、これ昔使ったピックで、分かってもらえるかな、分かるよこの感じ、結構すり減ってんのよ。例えばこの角とかもいびつだしね、こういういびつなのはもう絶対ダメね、交換しないと。ここにさ弦が食い込んで切れちゃったりするんで、角が削れてきたっていうのもそうだし、こういういびつな状態、こう囲ってこうなってんだけど、こういう風になったら絶対交換してください。弾いててなんか違和感ある、弾きづらい、いつもと違うなとか思ったら必ずもう交換した方がいいし、それをね一つの目安にするといいと思います。あと論外なのはもうひびが入ってるとかね、それは絶対交換してね。でギタリストあるあるだと思うんだけど、ピックってね交換する前になくしません？なくすことの方が多いと思うんだよね。なくしたからじゃあ新しいやつ使おうっつって新しいの出して使うってことの方が圧倒的に多いと思う。でピックよくなくすんだよって人はこの動画見てください。この動画でねピックのちゃんとこう置き場を作っておけばピックをなくしづらくなるよってお話ししてるんで、ピックよくなくすよって人はこの動画見てみてね。ということで今回ピックの替え時はいつなのかというお話しした。最後まで見てくれてありがとうございました。まあさっきも言ったけど、ほんとねピックすり減ってきて交換したっていう記憶は僕はあまりないんですよね。ないから本当にその前になくしちゃうことが本当に多いからもったいないなとは思うんだけどね。うん、でもやっぱこうギターを弾く上でピックってすごく重要なアイテムだから、こう弾いててね気持ち悪いんですよ、そのピックがいい状態じゃないとね、削れてきてるとか、それ良くないし、練習するのにもね上達が遅くなっちゃうので、ピックも削れてきてるなって思ったらすぐ新しいピックに交換してください。それではシンガーソングライターの井田正樹でした。また会えるのを楽しみにしてます。したらまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画講義の中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけどどうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと抑えるのっていう人とか、ギター、まあ、少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはねぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は10円もかからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうのをこうピッて押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるので、
ぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田まさきでした。いや、動画講義の中で会えるの楽しみにしています。それじゃあまたね。